辛坊治郎サンデーキッスあまり、どうもご無沙汰しております。先週先々週2回ですかね、ひょっとすると3回、あまり、まあ、お休みと言いますか、まあ、特に余ってなかったというか、本番で全部私の中では喋り切ったという感じだったので、あまりはなかったんですが、結構YouTube のコメント欄を拝見してますと、あまりはないのかと、ありがたく楽しみにしてくださってる方もいらっしゃいまして、ちょっと今日は喋ってみようかなということで、あまりを撮ってみようということで、回しております。ね、今日本番オープニングでも少し触れましたが、また大阪では4度目、東京沖縄ではその4度目の緊急事態宣言延長ということで、まあ、8月いっぱいまで、緊急事態宣言ということで、4府県ですね、発表ということになりました。まあもうちょっと私個人的にはもう笑ってまうな笑ってまうなっていう感じですね。もうまあ呆れとか、笑っちゃうねみたいな感じですね。こういう感覚に近い人も多いんじゃないでしょうかね、一般の皆様でね。一般市民の皆様に、この危機感をどう共有していただくことができるか、それが重要ですとかってね、あんたらも一般ちゃうんかと思いますけれども、そういう単語が、最近よくね、聞きますけどもね、よく芸能人が、結婚した相手が、まあ、芸能界以外の方だった場合に、一般男性ととか、一般女性ととか、じゃああんたら一体何なんだっていうね、僕は言い方大嫌いなんですけど、すごく、区別されてる感じがしますよね。みんな一緒じゃないのと。はい。政治家、分科会のメンバー、先生と言われてる皆様方、皆様も一般じゃないのと思うんですけども、同じ一般のはずなのに、価値観、危機感を共有できていないということは、共感を呼んでいないと、ただその一言ではなかろうかと、理解されていない、無理があるという証拠じゃないかと思うんですが、それになかなか気づかないみたいですね。ということで、まあ、4度目の緊急事態宣言も、もう絵を勝手に出しときという感じなんで、まあ特にもうなんか怒りも通り過ごして、今回はなんかあれやこれや、喋ろうとも、正直実は思っていないんですが、ほとんどの方がそうじゃないでしょうか。日々発表される新規の感染確認者数であったりとかですね、病床の逼迫具合、それから重症者の数、そして死者が増えているかどうか、まあ、ワクチンの接種の、まあ、進捗状況なんかも見ながらですね、ほとんどの、まあ、良識ある日本国民の皆さんは、自分たちでその数字を見て判断して行動してるんじゃないかなと、最近結構私思うことがあります。まあ、そういう意味ではテレビの報道も役立ってる、煽り報道も役立ってると思うんですが、こう、おどろおどろしくですね、いつものCOVID-19 のですね、写真を使いながらですね、もう NHK なんかはですね、もう画面に1分以上、速報、東京感染者数、3000何百人、3000人超す、4000人超す模様、みたいなね、ことをオリンピックの合間に、もうずっと画面取り切りで出してたりしますけれども、まあ、ああいった数字をが出たね、翌日なんかは結構都内、銀座有楽町界隈、まあ私いつも歩いてますと、いつもならお昼休み、まあ同じような時間にいつも同じようなところを歩くんですが、やっぱああいう数字が出た翌日っていうのは、私の感覚ではどっと人が減ってる感じがしますね。あ、今日はやっぱ人いないなという感じですね。まあ、もちろんお天気とかいろんな、他の要因もあるんでしょうけども、やっぱり気ぃつけなと、やっぱりちょっと広がってるな、やばいな、みたいなことで、出てる人は減ってる感じがします。まあ、ね、携帯電話の位置情報を利用した、まあ、各場所の人の減り具合とかって、まあ、あんまり減ってないとかっていう報道もありますけれども、まあ、あれもどういう数字の取り方しているのか、まあ、それは
通勤等でうろちょろしてる人、もう必要に迫られてうろうろしてる人の数も、まあ、入ってるでしょうし、まあ、いわゆるあの不要不急と言われる人の数も入ってるでしょうし、まあ、あの数字をもって人流が抑制できてるかどうなのかとか、まあ、そもそも人流を抑制してこのコロナの感染拡大が防げているのか、まあ、もっと言うと緊急事態宣言が、この感染拡大あるいは病床逼迫の防止に役立っているのかという検証は、まあ、まだ大きくは一度もされないまま、時間がないという言い訳なのか、分かりませんが、もうずっと緊急事態宣言というのが魔法の言葉のように使われてますけれども、いよいよ魔法もかからなくなってきたと、まあ、そんなことではないでしょうか。まあ、あのね、文句ばっかり批判ばっかりしてても仕方がないとは思うんですが、まあ、なんていうんですかね、ちょっとずつちょっとずつなんかまともな議論というか発言もこう出てたりするのかなと私個人的には、まあ、感じるところがあります。この番組でも先々週ご出演をいただきました医療ジャーナリストの鳥溜徹さん、いろんな全国各地の現役の医師の方に顔も名前も出して、いろいろインタビューをして、まあ、コメントいただいているような記事、たくさん取材記事書かれております。まあ、先々週その鳥溜さんもおっしゃってましたが、やはり一番のネックは、まあ、病床数を増やせ増やせ、まあ、私もそう言ってたんですけども、まあ、やはりそう簡単に増やせられるもんでもないと。やっぱり既存の病院で、まあ、治療をされている方をどこに動かすんだというようなことであったり、じゃあ動かせないからといって新しく病院をドーンと建てられるのかというと、まあ、そういうわけにもいかないと、人も育たないし、まあ、人も足りないと。かつ、まあ、日本のいわゆる ICU 等の重症者を面倒を見る病床というのは決して、そんなにむちゃくちゃ先進国の中で、少ない、というわけでもないと、いうことで、まあ、人でも含めて、全体日本の医療全体で見ると体制としてはそんなにハード面もソフト面も悪くないと。ただ何が一番今ネックになっているのかというと、いわゆるあの感染法上の、まあ、いわゆる一番上の部分に、新型コロナが指定をされていると、まあ、指定の受け入れ病院でしか面倒を見られない、また診察時には、まあ、防護服を着てというようなこと、それから、まあ、もちろん重症化すればかなりの人がかかりっきりで、まあ、治療に当たらないといけないというところでのマンパワーが必要等々あるんですが、やはり、特定のそのコロナ受け入れ可能病院と言われている大病院に、まあ、患者が集中してしまう。それでずっと医療逼迫と言われているということですね。で、まあ、必ず法律上保健所を通して、まあ、入院先の手配であったりとか、まあ、病床の確認、病状の確認、そして、まあ、入院先の手配等をしないといけないと。この保健所が目詰まりを起こしていると、まあ、そもそもそういうのに対応できる数もいないし、というところなんですが、まあ、東京都なんかでもですね、まあ、マスメディア含めてですね、なかなか重症者数が増えないもんですから、どうやったら恐怖を煽れるだろうかということで、もちろんあの感染者数でも恐怖を煽ってるわけですが、まあ、最近視聴者や一般国民の皆さんもですね、そんな目も感染者数だけでは驚かなくなってきているというのを、まあ、メディア側も熟知したのかですね、今度はですね、50代以下で感染が広がっている、50歳代問題とか言い出してみたりとかですね、それから、重症者病棟はまだ余裕があるが中等症、軽症者病棟がとか入院待機の人たちがすごくいるみたいなことでまた煽り始めているのを見ていても、最近本当にニュース番組見なくなったんですが、入院待機ということは、それは保健所が目詰まりを起こしているということで、ほとんどの人が、まあ、自宅で療養していても、じゃあ、いわゆる第3波、第4波と言われた5月、あるいは今年の年明けみたいな時のように、自宅で、大阪なんかでは自宅でかなりの方が入院を待っている間に亡くなったりしましたけれども、じゃあ今そういったことが起こっているのかというと、そういうことは起こっていないと。単に保健所の手配を待って自宅で入院調整の人が山ほどいると、これがもっと増えていくんじゃないかみたいな言い方をして煽るわけですが、これは先々週の鳥溜さんのお話なんかも
総合するとですね、結局この感染症法上の指定が外れていないことによる、まあ法律上の運用ルールが悪さをして全部保健所に集中してしまう。そこで、目詰まりを起こしてしまうと。なので、通常の風邪と同じように、開業医、町のかかりつけのお医者さん、あるいはもう本当に自分の住んでる近くの、本当に町のお医者さんで、熱が出たんですけど、ということで普通に発熱外来に行って、まあ、あるいはまあ、いわゆる風邪かなということで2、3日様子を見てる間に回復するということもあるでしょうけれども、やはり町のお医者さんに、保健所よりもはるかな数がある町のお医者さんにまずは見ていただいて、自宅療養なのか、あるいは状況を見て、大病院紹介して入院しましょうというような、まあ、普通の病気と同じような扱いをしておけば、保健所という、まあ、限られた数、人数、それからハードをまず通ってからという、そこのボトルネックは解消される。本当にそれで、今すぐ大病院に転送しないといけないというような患者さんの発見も、保健所の判断を待っている間に、普通のお医者さんに行ってたらすぐに判断されることも、結局待って待って待って電話もつながらない、あるいは町医者に行ったけれどもそこから保健所の判断を仰いでる間に、重症化するとか、いうような問題が起こっているということをおっしゃってましたね。まさに今東京都で起こっていること、まあ、全国都市部特に都市部で起こっていることというのはそういうことなんじゃないでしょうか。鳥田丸さんもおっしゃってました、今までコロナをずっと見続けてきた先生で、まあ、それはゼロとは言いませんが、じゃあみんながみんなコロナにかかっているのかというとそうでもないと、じゃあ全身防護服に着て、ずっと全ての開業医の皆さんあるいはコロナ受け入れの先生方が、もういわゆるよく報道されるトイレにも行けない汗をかいて大変だというような、状況で、皆さん診察をしているのかというとそうでもないと、まあそういうことをするに越したことはないんでしょうけれども、まあその診察の状況、その環境に応じて、もう少し軽度な防護体制であっても、感染が例えば診療所、開業医の病院の中で広がるようなことっていうのはあまり見たことはないということをおっしゃってましたですね。ですし、まあ発熱した場合は病院に来ないでくださいという開業医、町のお医者さん、まあ一時大変多かったですけれども、もうそれでは商売が立ち行かないということなんでしょうか。最近ようやく増えてきたような気がします。で、まあ結局もう発熱して病院に行くということはもうその時点でコロナかどうか、まあそこで見るしかないということですよね。まあ一応発熱しているということであれば、まあいろんなね、できる限りのまあ防護の確保をして、まあ私も一度発熱してコロナじゃなかったですけど発熱して、町のお医者さん発熱外来を受け入れているお医者さんに行って見ていただいたことがありますが、まあ比較的簡易な、まあ防護体制で、まあ普通の診療室とは別のまあそのテナントビルの廊下で私の場合は診察をしていただいたんですが、まあそういったことがありました。なのでまあそう何でもかんでも保健所を通じてというのをもういい加減外してですね、通常の、まあ、発熱の感染症と同じような流れで、上げるべき患者さんは上に上げていく、自宅に返す患者さんは自宅に返すというような体制、それから今週いろいろと進んでおりますが、いわゆる抗体カクテルと言われるようなことも含めてですね、重症化した場合の治療方法の選択肢をとにかく広げるということ。まあもちろんワクチンの接種、ワクチンの確保。まあだからワクチンとその感染症法上の扱いをどう改善していくかというか、もう感染症の方の扱いを緩和する。そして、もしコロナにかかってしまった場合、中等症、軽症、そして重症に合わせたいろんな治療法の選択肢を広げると。これ後々いろんな、まあ、副作用、副反応であったりとか、まあ、いろんな、ひょっとすると、過去でいうところの薬害みたいなものが出てくるかもしれませんけれども、まあ、これマスコミもまたこれ悪いところでですね、ワクチンにはこういう副作用があるっていうのも、バーッともうそっちに触れた情報をもうおどろおどろしく出すこともあれば、ワクチンを接種したからこれだけの重症者の人が減って、まあ、
ワクチンを受けに行きましょうとは言いませんけど、ほぼそれとニアリーイコールなようなことをずっと報道している。もうすごく両極端に触れているような気がするんですね。結局マスのメディアがそういう状態なので、 SNS 等で極端な賛成の意見、そして反対の意見、もうそれよりもさらに振り切ると、やはりどう見てもデマだと言われるような情報が拡散してしまうと。だからね、こういう時こそ、ある意味有事だと思いますので、最近テレビで本当によくあるのが、もうツイッターとか SNS、ネットで話題みたいなことで、ネットの一部のコメントをマスメディアが取り上げて、それを大きくしてしまうということが結構散見されていると思いますね。いわゆるネットニュースなんかでもよくその手口を見ますよね。SNS でこういうことが今話題になっている、あるいは炎上しているというのをマスのメディアが火をつけて回ると。本当にキャンプファイヤーで火種ぐらいの火だったのを、もうマスコミが焚きつけてですね、火種をもうとんでもない山火事ぐらいの火に煽ってしまうと。すごく多いような気がします。で、これはインターネットで今こんなことが炎上している話題になっているっていうのを、まずネットニュースが火をつけて、それをテレビが取り上げてみたいな、あるいは週刊誌が取り上げて、それをテレビが取り上げて、というようなも悪循環だと思うんですが、それでどん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 いろんなものの本質が見えなくなっていってるというふうに思います。来週実はこの番組に、ご出演依頼をして、お受けいただいた、国際大学の山口真一教授、がいろいろ研究をされてるんですが、例えばですね、インターネット、ツイッター上で炎上するコメントの書き込みというのは全体の 1% だそうです。その炎上 1% の書き込みの炎上を捉えてですね、マスメディアやネットニュースが拡散する、さらに大きく炎上する、もう山火事になる。これが一体どれだけ生産的なことを生んでいるのかというふうにすごく思いますね。そもそも、ツイッターや YouTube と別にバカにするわけでもありませんし、私はコメント等々すべて見て参考になるなということもあるんですが、やっぱりソーシャルネットサービス、ソーシャル、個人間のコミュニケーションが社会を変えていくと、あくまで個人対個人のツールだと思うんですよね。私もコメントいただいて勉強になることもありますし、例えばヤフーニュースの下にずっと行くと、いろんな人がいろんなそのニュースに対してコメントしているのがあります。そういうコメントを見てると、あ、こういう考えもあるんだ、あ、こういうのもあるんだっていうのを、参考になるので、それは全然否定するつもりはないんですけども、それをまたマスコミが取り上げて、あたかも自分が発信した情報かのようにですね、一握りの一部の、極端に言うと 1% の情報を世の中全体がこんな感じなんだということで、報じることによる、それこそ副反応、副作用ですよね。でも非常に大きいんじゃないかなと思ってます。これSNS をテレビが取り上げて、あたかもネット全体がそういう声、つまり世の中全体がそういう声だみたいな取り扱いの手法と同じように、最近私もちょっと見ていてイライラするのでテレビを消しちゃうんですが、緊急事態宣言4度目の発令に街の人はって言って、街頭インタビューのコメントありますよね。あれもね、本当一握りだと思うんです。私も実際に、街頭で、インタビューを取る仕事をしたことありますけれども、ほとんどの人がマイクを向けて答えてくれません。答えてくださる方には感謝を申し上げます。もちろん、バラエティでもそれぐらいです。100人、人に、すいませんってマイクを向けて1人答えるかどうか、まさにこれも 1% ぐらいですね。その 1% の声をいくつかつないで、あたかも街全体の声のように報じるっていうのは、これ果たして手法として正解なのかと、すごく最近見ていて思いますね。どう見ても現役世代ではなく、もうお仕事もやってらっしゃらない70代ぐらいの方がですね、大変人が行き交う渋谷のスクランブル交差点の前あたりで、いや、不要不急の外出は控えて緊急事態宣言は出すべきですって。申し訳ないですよ。じゃああなたは一体何をしにスクランブル交差点に出てきてるんですかと。病院に行ったりとかいろいろあるんでしょうけれども、
なんかそのコメント一つにもすごく違和感を覚えますし、本当に2人か3人街の声を出すだけでそれが世論の代表をしているかのような編み方、編集の仕方っていうのはどうなのだろうかと非常に私は疑問に思います。まあそんなことも含めてですね、思ってることはいろいろあるんですが、まあ今月頭に、田村厚生労働大臣、今月7月頭ですね、上旬に田村厚生労働大臣、まあワクチンの接種が進んで、まあ少し状況が変わってくれば、この感染症法上の取り扱いを少し緩和してもいいんじゃないかということを会見でおっしゃってたりしました。まあこれ大手メディアでは私の調べた限り報じていたのは日経新聞だけなんですが、まあそういったあたりの声が出ていたり、先月7月の27日、まあ後ほど、後に周りのね、いろんな批判とか反対があって声は静まってしまいましたが、まあ、いわゆる感染者、新規感染者が、まあ、爆発的に増えていると言われている東京都。まあ、小池都知事の記者会見や、その後の都の、まあ、担当者の会見で、まあ、いわゆる第3波と言われた時とですね、重症者の数の伸びが、ちょっとやっぱり違うと。まあ、増えてはいるんですけれども、まあ、微増というか、爆発的に感染者と同じように比例して増えているわけではないと。まあ、これどの時点で感染者が増え始めたかという起点をどこに取るかによっても変わってくるんですが、まあ、大体2週間から20日程度遅れて、重症者や、の数というのが増えてくると、まあ、前々から言われていますが、まあ、7月の頭ぐらいから増え始めている感染者に対して、重症者の数というのが、まあ、いわゆるこれまでの大きな波の時とは少し違うようだと。やはり高齢者の大部分でワクチンの接種が増えて、接種率が増えてですね、まあ、重症化しやすいといわれる高齢者の皆さんのいわゆる感染自体が減っている、また重症化する割合が減っている。じゃあ20代30代は感染して、60代70代ほど重症化するのかというとそうではないと。そして今の感染者のほとんどが20代30代、まあ、若い世代だというところで、ちょっとやはりこれまでと同じような、まあ、感染者が増えたからといって医療逼迫にすぐ直結するのかというのはちょっとこれまでとは事情が違う、ちょっと違うようだ、いたずらに恐怖を煽るのはやめていただきたいと、これ当局の方が発信したんですけれども、それに対して同じ身内の都内の職員担当者、まあ、他の担当者であったりとかから、まあ、批判といいますか、そういう発信をする意味はあるのだろうかというような声が出たというんですね。まあ、メディアもあまり、まあ、そこはナレーション原稿の一部で入ってたりはニュース原稿の中でするんですが、まあ、ほぼスルーということで、まあ、そういったあたりもどうなんだろうかと。これなかなかある意味勇気のあるフラットな情報発信だったと思うんですね。そういったことをまあ、ある意味周りの批判で、そういった発信が潰れてしまう、メディアも含めてそういったところをあまり大きく取り扱わない、本当にどうかと思います。で、結局まあ、この緊急事態宣言をとにかく出しておこう、地方の行政の首長もとにかく国に要請をする、で、国が断ったら僕の責任じゃないよと言わんばかりに要請をする。そもそも緊急事態宣言というのは法的立て付けでもですね、その名の通り緊急性がある場合に出すべきだという立て付けになっているはずなんですが、いつの間にか、前もって、余裕を持って出す、要請するみたいなことになぜかすり替わっていっているという部分もあるということで、まあ、そのあたりもどうなんだと思うんですが、本当に何て言うんですかね、まあ、本当にメディアですよね、マスメディアがやはり、まあ、事実として新規のコロナの感染者数が増えているけれども、今重症者病床はこうで、中等者、軽症者はこう、そして、入院待機の人が増えてるっていうだけではなくて、なぜ増えてるのか、増えてる理由、何がボトルネックになっているのか、そして、先ほどから言っているような感染症法上の取り扱いを緩和しようという動きも考えるべきではないか、実際に現場を取材しているそれこそ鳥だまりさんのような医療ジャーナリストの声も、私はニュース番組等で取り入れて、両論兵器でね、それこそね、選挙なんかでは口酸っぱく言うんですが、このコロナに関してはそうなってないんですよね。いつも同じ顔ぶれの専門家ばかりが出てきて、いつも同じことを言い続けている、
新顔の専門家っていうのは結構ラジオなんかではですね、キャスティング会議、制作会議等で今度この人の話を聞いてみようとかって結構活発に取り入れてたりするんですが、本当にニュース番組の専門家、地上波、BS 問わず、と同じ人がずっと出てきてるなという印象ですね。これも私の経験上ね、企画会議とか制作会議、これまあ地上波の全国ネットのニュースの会議なんて僕出たことないんで分かんないですけれども、少なくとも BS のニュース番組の会議とはね、かなり風通しも良くて、それぞれのディレクターやまあプロデューサーとか含めて、スタッフ一人一人の声っていうのはね、結構活発にやり取りされてたと私は思うんですが、こういう声を出している専門家もどうだろうかっていう話がね、ていうか他の人の声も聞いてみようよっていう話になってないのかなと思うんですけども、まあ一部ね、いろんな人の声を日替わりで出している番組もありますけども、ほとんどがそうはなっていないんですよね。これまあ思考回路が停止しているのか、メディアも後から責任を問われるのは嫌なのか、まあ、結局緩める、緩和をする、それでもし感染者が増えて重症者が増えて死者がたくさん増えたらどうしてくれんだと、まあ日本っていつからかとにかく突き上げ、責任を問う、何か言えば政治家や役人も含めて、責任問題、説明問題、辞職のおつもりはと記者会見なんか見ててももう開口一番言ってますよね。もうそれ突きつけられるともうなんかもう議論のしようがないというかね、なんかその何か言えば辞職をもって責任を取る、記者会見ではもう必ずそれを聞く、まあそういったこう姿勢というか、まあそのなんていうんですかね、追い込み方というか、これもそろそろやめませんかと煽る、まあ辞職をもって、詰め寄る、こういうのの積み重ねで、まあ、政治家も行政もなんかちょっとこう及び腰になってるんじゃないか、一度こういう判断をしてみたらいいのにというような判断が、できなくなってる、それでもって、世の中全体、経済全体が非常に、非効率な悪影響を受けてるんじゃないか、なんかすごくそういうふうな悪循環に陥ってるような気がいたします。なので、まあ、早くですね、この町の開業医の皆さん含めてのこの日本の立派な医療体制、医療資源を真っ当に使えるような、いわゆる感染症法上の扱い、そして、ワクチンも含めて、あるいは新しく、承認された抗体何でしたっけ、ど忘れしました、治療方法ですね、抗体カクテル、みたいなことも含めて、こういうメリットがあります、でもデメリットとしてこういう副反応があります、その確率はこうです、であったり、そういうそのちゃんと全ての情報をまあ、メディアも含めてきちんとディスクローズオープンして、最新の情報もなるべくアップデートでオープンして、全てを見せた上で判断するのは国民、利用者側だと、まあ、これ国民側のリテラシーというか判断力も問われるんですけれども、なんかねそういったことができないか、そしてそれで万が一何か、まあ 0.数%と言われるような、例えば薬害であったり副反応であったり、そういったものに巻き込まれてしまった場合はきちんと保証をする、その保証に向けての判断もなるべく早急にやると、まあこれ先日木村盛代さんのお話なんかも聞いてますと、いわゆるワクチン接種に関連したまあ死亡例みたいなものが、やはりそれがワクチンの接種と本当に関連しているのかというところをやっぱり判断するにはですね、日本のこの今のワクチン接種から得られるまあ副反応、そしてそれに関連してまあ最悪死に至ったような事例も含めてのそのデータの吸い上げが、全体としてきちんと行われていないと、まあ、分析も含めて、ということで、
あの個別の、まあ、そういう死亡例をもってして、関連があると判断づけるのは、まあ、その方の病歴であったり含めてですね、なかなかちょっと因果関係を認めるのは、これあの別に認めたくないからではなく、やはり判断が難しいと、いうことだそうですので、まあ、そういったあたりのこう日本のなんていうんですかね、変なところで、プライバシーがとかって言うんですが、まあ、そういうこうワクチンの接種一つとってもですね、追跡調査なんかも含めて、統計をきちんと取って分析して次に活かしていく、アップデートしていくという体制を、これも緊急事態宣言や人流抑制がどれだけ、新規感染者の数に、影響を及ぼしているのかという統計検証も含めて、もうあの8割おじさんみたいにですね、先々の予想はもういいと、終わったことを振り返って分析反省検証する方にそろそろお金であったり体制であったりを割いていけないのかというふうに思ったりもしているところであります。まあね、いろんな数字ちょっと私も見ていたりしますが、まあ今時点ではどうなんでしょうか。私がちょっと見る限り、私の意見ですが、これまでの、まあ、感染の波の時と同じようないわゆる重症者の数の増え方にもなっていないし、まあ、これまたあの厚生労働省が先週か先々週か忘れましたが、いわゆる診療手引きの改定というのを行っていまして、まあ、簡単に言うとこれまで重症者として扱っていた、まあ、治療をされている方を、まあ、中等症、軽中等症等の方の扱いとするというような改定がね、実は行われていたりとかしてですね、これまあ単純にそのこれまでの重症者のグラフと中等症のグラフと、まあこれまた比較できないという、まあ途中で変えちゃったりするんで、変わるんでね、いろいろね、あの重症者の定義みたいなものを、まあこれあの昔前ありましたけど、大阪と東京で重症者の定義が違うとかっていうところもあったりするんですが、まあそういったことも含めて単純に比較考慮もできないんですけれども、まあただまあどう見てもね、ちょっとこれまでの波とは違うような気がするんですが、まあそれでも緊急事態宣言を出すということなので、まあ、あの良識ある日本国民の皆さんが、まあ、どう対応するのか、あとはもう個人の行動にかかる個人の判断のもとによる行動によるのかなという気がいたします。まあ、あとオンエアの中でも私触れましたが、政府が本当に本気なのならば、お得な旅行ツアーが、あっちゃこっちゃで商品で販売されていたり、マイルのキャンペーンでものすごく安いマイルで日本全国いろんなところに旅ができるというようなキャンペーンを航空会社が張っていたり、私は全然やったらいいという派ですよ。人流抑制が一体感染拡大防止にどれだけ役立ってんだって僕は言う考えを持ってるので、私は全然旅行会社はどんどんそういうプランを出して、あとはそのプランを利用してどこにどう行ってどういうふうな感染対策をして自分が人生を楽しむのかっていうのは、おのおの日本人なら大丈夫だと思うんです。でも本気で政府が人流抑制って言うんだったら、そういったところのプランちょっと販売取りやめてもらえませんかって、酒類の販売してる卸にかけたような圧力に近い要請という名の要請を1000回やと思いますけれども、そういった声は聞こえてこないですよね。まあ2社しかない航空会社に潰れられるといろいろ難儀やと、元国営の旅行会社なんかは天下りがあってそういった要請ができないとか、まあいろいろ想像してしまいますが、言いやすいところにばかりしわ寄せが来る、圧力をかけやすいところばかりにしわ寄せが来る、つまり飲食店、まあ法律できちゃったから法律に基づいて保証を出すので、また時短営業、酒類の提供禁止、要請します。そんなことの繰り返しだけで根本的な解決になるのだろうかと本当に思いますね。まあ秋には選挙が控えております。これまで日本国民はいろんな政権を見てきました、このね10年20年の間。どういう選択肢が残ってるんだろうかという気もいたしますがね。もうっていう感じです。はい。
ということで、久々のあまりでございました。辛坊治郎サンデーキッスプラス、来週は先ほどお伝えいたしました、SNS1% の炎上書き込みがもたらす影響、国際大学山口真一教授、そして再来週は、番組おなじみ、あのウイルスの専門家、ピアニストが、登場です。ちょっとね、ピアニストの方からはですね、ちょっとワクチンに関する驚きの最新の情報をみたいなものもちょっと出てきていると、副反応についてですね、出てきているというようなワクチンの効果についての、まあ、報告なんかも、厚生労働省は公開しないんだよねこの数字をっていうような話もちょっと届いていたりしますので、来週再来週もぜひ辛坊治郎サンデーキッスプラスご覧いただければと思います。来週は辛坊さんとスタジオから電話につないで、お話もちょっと久々に伺ってみたいと思いますね。皆さん、まあ、上を向いて、生きていきましょう。まあ、緊急事態宣言、まあ、ね、公共の電波で喋ってる人間があんまりこんなこと言うのもない、なんですが、まあまあ、頭の片隅にちょっと置くぐらいで、きっと、良識のある皆様の日頃の感染防止対策、これを徹底すればですね、足を踏み外すことはないと、思います。ね、なので、まあ、飲食店の皆様も本当に大変だと思いますが、なんとか乗り切って、行こうじゃないかと思いますし、本当にそろそろ、まあ、声を上げるという言い方おかしいですが、まあ、ね、選挙に向けて、そろそろ日本国民の皆様、諦めるのではなく、やはり一体誰にこの国の行く末を預ければ大丈夫なのか、そろそろ目を光らして、諦めて投票に行かないとかっていうことではなくですね、自分の一票で、こういう国難が起こった時にどういう立ち居振る舞いをする国のトップがいれば、この国がまともな方向に向かっていくのか、これは決して現政権の批判ということでもなく、じゃあ野党政権が誕生したらいいのかということでもなく、これはもう過去ほぼ10年15年の間に皆さんいろいろご覧になってきたと思います。ので、まあね、あと数ヶ月以内には総選挙があるわけで、それに向けてのね、皆さんのまあ判断基準みたいなものもそろそろちょっと注目しながら、過ごしていくというのもありじゃないかなと思いますね。ということで、本日の今週のあまりでございました。来週も番組よろしくお願いいたします。